はい、皆さんこんにちは、滝野でございます。はい、いやー、今日はですね、なんと、はい、皆さん見てお分かりだと思うんですけど、プロ野球、引退されて YouTube されてる方とかは、ちょっとアシスタントさんね、あの可愛い、女性の方についていただいて、やってる方多いと思うんですけど、なんとね、今日から、まあ、たまににはなるんですけど、アシスタントではないですけど、ちょっと一緒にちょっと YouTube を手伝っていただくことになりました。はい、ちょっと自己紹介お願いします。はい、リコです。お願いします。いいですか、本名言って。本名言っていいですか。大丈夫。リコだったら大丈夫。リコだったら大丈夫。カッコ仮で。カッコ仮で OK です。まあ、まあ、今日ここね、見て多分分かる人は分かると思うんですけど、ホテルなんですよ、皆さん。もう怪しい関係では全くございません。はい、まあ、どういう関係かって言ったら、まあ、僕の幼馴染、本当に保育園の時からずっと、仲いい幼馴染がいるんですけど、その幼馴染の妹です。で、ちょっと説明していい？家族ぐるみで、僕が多分ね、3歳の時かな？リコが生まれる前から、そう、だからお兄ちゃんと僕はもう知ってたっていうか。保育園から。保育園。になる前のなんかの祭りで、うん、あ、そうなん？そう。え、知らんだそれ。そう多分ね、祭りで、うん、多分その競って二人の家族が、うん、多分それで知り合って、うん、保育園でもうちょっと後やん。3歳ってさ、まだ早いやんか。うん、4か5ぐらいか、うん、でそこからまあ出会って、まあそこからの中でね、一緒にね、うん、野球見に行ったりとか、うん、スーパーサーキット行ったりね。懐かしい。そう。そう、で、まあ、家族ぐるみの中だったんですけど、うん、で、まあ、岐阜のね、音楽院生高校行って、で、幼馴染、お兄ちゃん、リコさんのお兄ちゃんは、うん、三重高校に行ったんですよね。はい、そうです。ね、お互いね、三重県優勝、3年生の時に、で、僕は岐阜県優勝して第96回の甲子園に出たんですけど、なんとね、甲子園って49校かな、夏は北海道、うん、もうちょっとか、東京と北海道で49校、49校ある中で、うん、まあ、大垣日大は1回戦勝って、三重高も1回戦勝って、なんと甲子園でね、対決してるんですよ。幼馴染対決って言ってね。で、まあ、そのネット甲子園とかにもちょっと取り上げられたりとかして、まあ、ご存知の方はご存知だとは思うんですけど、まあ、その幼馴染の妹です。妹です。はい。だから、ちょっと撮影はね、ちょっと東京から今日来てもらってるんで、名古屋で撮ってるんですけど、急遽ってこともありまして、ちゃんと撮影したら、ちゃんと入るんで、はい、大丈夫です。はい。皆さん、そんな怪しいことはないんで、ご安心を。で、まあね、本人も、まあ、三重高で何してた？野球部のマネージャーしてます。野球部マネージャーをしてた。はい。三重高が準優勝した時の入れ替わり？そう、入れ替わり、お兄ちゃんに影響されて、そう、ママと入りました。ママと。甲子園行きたくて。甲子園行きたくて。そうです。で、最後はどうやったの？大学中は。大学中は、決勝で負けました。3年生の時。そう、3年生の時負けて、3年間1回も行けなくて、55期生だったんですけど、うん、50年ぶりに3年連続行けなかったっていう歴史を。マジか。なるほど。作ってしまった勝利の女神になれなかったマネージャーです。なるほどね。そう。でもなんかやっぱ甲子園の準優勝、だから大阪桐蔭とお兄ちゃんは対決して、うんうん、まあ、惜しくも1点差、4対3かなんかで、ね、うん、負けたけど、その次の年に入るマネージャーっていうのは、うん、結構希望者とか多いんじゃないの？希望者は15人前後。15人マネージャーで、うん、初めは、初めは、うん、で、そこからどういう流れで、それはそこから甲子園見て入ってきた子たちが多くて、うん、こう夢物語を描いてた子たちが多かったから、夢みたいなね。そう、で、多分部活の監督とかもびっくりしちゃって、あ、半年間草抜きだって言われて、で、草抜きを毎日毎日続けて残ったのが4人です。あ、結局4人。そう。それはどういうメンツだったんですか？4人中3人は私のお兄ちゃんと同じ代の同級生のピッチャーの妹、うん、マネージャーの妹で、私がお兄ちゃんのキャッチしてたんですけど、うん、の妹、うん、で、もう一人は三重高校で、ママが働いてる方の娘さん、うん、で、4人で本当に野球のマネージャーをしたくて、野球が大好きで入ってきた子たちが残りました。あ、最終的に。そうです。ああ、なるほど。やっぱこう夢物語を描いてた子たちは、うん、なんか、いや、そんな悪く言うつもりはないけど、そう、そんな草抜き毎日するような現実ってない。なんかアニメとかってめっちゃこうスコア書いてベンチ入って、こうボール渡ししたりとかしてっていうあれがあったんだと思うんですけど、
でも人数は違うよっていう、あそれに多分耐えられなくて辞めちゃった子たちが結構多かった。なるほど。そう、ね、当時中村監督、あそう、ね、中村監督今愛知県政で監督されてますけど、す、はい、まだ抜擢してるらしいです。まだ抜擢してる、はい、70超えても抜擢してる、すごい。まだに11時過ぎても電話かかってきます、うん、電話かかってくる、うん、おじいちゃんなのに夜中に電話かかってめちゃくちゃ元気や。はい、まあ、もう JK じゃないからね。JK じゃないです。そうです、今年も4とね4になりますね。はい、なるほどね、うん、まあ可愛いですね、そんだけやっぱり気合い入れて最後までやってっていうのね。お兄ちゃんはいると思いますけどね、うん、兄弟で。まあお兄ちゃんはそうです、2014年に大阪桐蔭と決勝で当たって、その時の、まあ、正捕手なんです、まあ、そこから早稲田行って、まあ、ちょっとね多分本人も見てると思うんですけど、こんなに個人情報言っていいのかってね、あれはあると思うんですけど、早稲田行って早稲田から社会人野球で、うん、今も野球を、はい、やられてて、まあ、ね、僕よりも現役を長いことで、ね、やってるんであれなんですけど、いつまでやるんかな、いつまでやるんかなって妹と思ってます。思ってる。でもキャプテンやってるからね今。そうですね。すごいなと思って、うん、まあ、今回、まあ、あのなんで YouTube に、ちょっと出てもらったかっていうと、まあ僕がこう YouTube 始めてもう今3ヶ月ぐらいかな、4ヶ月目に突入するんですけど、で正月に、まあ、実家に帰った時に、僕は弟いるんですよ。多分皆さんちょっと動画見た方は分かると思うんですけど、僕の弟とリコちゃんが同い年なんですよ。では僕とお兄ちゃんが幼馴染から4人でね飲みに行ったんですよね。でその時にちょっともう YouTube 出てくれへんってで僕がお願いして、今日ねもうわざわざ東京からね来ていただいたんで、まあ、撮影はしてるんですけど、まあ、ちょっとやっぱり YouTube いろいろね思うことあるんですけど、やっぱりその現代で、ね、その流行りとか東京って最先端、やっぱ女の子って敏感だと思う、敏感ね。だからこうおじさん一人でやってるとちょっとねこう遅れてる感じがあったんで、だからお願いしたんですけど、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、でまあ、 あの本題に今日ね出してもらうんですけども、まあ、僕ねドラゴンズで、ね、去年まで野球やってたのは知ってると思うんですけど、はい、野球は好きよね。野球は大好き。野球大好き、うん、だってちっちゃい時から野球好きだったもんね。そうずっと好きだったもんね、うん、ずっと好き。でもドラゴンズ好きって聞いたことないもん。聞いたことないよね。ちなみにドラゴンズの選手、うん、知ってる人おる今現在、今そのプレイヤー現役としてってこと、うんうんうん、これ絶対嘘やろ。ブランコあのプロ野球を見てた時の私の一番新しい記憶の中日の選手が、うん、まあ、置いといてブランコ。ブランコ、うん、強烈な外人の、そうそうそう、パーンって打つ人、うん、ブランコが原因かと思ってる。うん、記憶で一番新しいのがブランコ。ブランコ選手、うん、ブランコ選手。なるほど、はい、なるほど。あと、あと平田選手。平田選手、うん、今年戦力外っていうか退団されましたけど。本当ですか。知らなかった。知らなかった。あ、すいません。はいはい、いや本当にごめんなさい。はい、あとは、あと、はい、京田選手。京田選手もドラゴンズ。そう、ドラゴンズの京田選手。DeNA 移籍されましたよ。え、本当ですか。知らん、ほんま知らなかった。え、結構ガチで知らなかった。トレードで。そう。初知り。なるほどなるほど。あとは、うん、あとは根尾選手。まあ根尾選手ね、もちろん。いますよね。根尾選手。おー、よかったよかった。あと地元、あ、岡林選手。岡林さん、はい、うん、地元ですよね。 あと加藤拓磨選手、うん、めちゃめちゃ地元ですね。地元いますよね。いますか。今年帰ってきた。一回どっか行ったんですか。千葉ロッテにトレードで2020年か21年に行って、うんうん、去年の年末のシーズン終わってから加藤拓磨さんが帰ってきたんですよ。知らなかった。知らなかった。いや、まあ地元ですよ。三重の松坂の。うん、なるほど、うん、まあ、それぐらいね、まあ、ドラゴンズは、うん、まあ、ブランコさんで止まってると。記憶は止まって、うん、もう中日といえば、うん、じゃあそれはもちろん根尾選手とかも知ってるけど、うん、一番初めに出てきたのがブランコ選手。ああ、記憶の中です。そう、イメージが一番強かった。あのバッターの打席に立ってるイメージがめっちゃ湧きました、うんうん、どういうイメージだったんですか、それは。え、イメージ、うん、どういうイメージ。なんかブランコさん、そうさんを見て、うん、すごいなとか。ああ、なんかもう名前がまず印象的だった。このブランコね。うん、そうそう、このブランコが、そう、黒人やんみたいな。うん、そう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 。で、なんか外国人の選手の方って名前が覚えにくかったりするから、顔と名前が一致しないことが結構あるんやけど、はいはいはい、
フランクさんはめちゃくちゃ一致した。一致した。もう可愛い顔してたのね、うん、なんか。すごい好きでした。好きだけど今のことは知らない。今のことは知らない。知らないです。まあ、ちなみに今ブランコ選手の立ち位置を担っているドラゴンズの選手はビシエド選手っていう。あ、知ってます。聞いたことある。ビシエド選手わかります。聞いたことある。うん、ある。聞いたことだけしかない。うん、あの名前は知ってます。でも顔を見せられてもわかんない。わからん、うん、まあ。ビシエド選手っていうのが、まあ、今一緒のような4番ファーストみたいな。うんうん感じなんで、視聴者の方は野球がお好きな方、もちろんドラゴンズファンの方が多いと思うんで、僕もちょっとこうカメラ回すまで、あのドラゴンズのことをここまで、まあ、三重県出身なんですよ。僕もね、三重県出身なんで、結構知ってると思ったんですけど、なかなか知らなかったんで、まあちょっとこれを機にね、少しずつ選手の名前とか、うん、もうブランコさんのことはまあ置いといて、今またねいっぱい外国人も、うん、の方も来たから、うん、2023年ちょっとドラゴンズの選手覚えてもらいたいなと。はい、覚えます。はい、思うんで、はい、まあちょっとファンの方と一緒になってこう応援していければと、はい、うん、思います。まあでも、まあ、ドラゴンズがあんまり知らんといえ、うん、野球はだって高校までマネージャーして好きやんか。好き。どこファンやったんそれ、もちろん。そのなんかあるやん、その昔から。うん、いや、言いにくいけど、うん、巨人。巨人ファン、うん、それもなんかどっか止まってるんじゃないの？それはめちゃくちゃ止まってる。全盛期、私の中の全盛期があって、うんうんうん、多分私のお兄ちゃんの全盛期に乗っかって、私も全盛期だったんで。だからお兄ちゃんもめちゃくちゃ好きだった時があって、巨人ファンで、うんうんうん。その時に私も一緒になって、でもお兄ちゃんの真似したかったから、うんうんうん、一緒になって見てて、それで好きな選手ができてっていう感じでしたね。ちなみにそれ誰？長野さん。ああ、長野さんでも今年巨人戻ってきました。それは知ってます。あ、それは知ってんだ。知ってる。もうすぐ。めちゃくちゃ嬉しかったです。どういうところが？長野さん。うん、まあまず入りはまだ小学生だったから、うん、はいはい、この人かっこいいと思って入って。ちょっとロン毛の。あ、そうです。めちゃくちゃかっこいいと思って、はいはい、で小中学生の頃って単純じゃないですか。うん、私がテレビを見てると打つんですよ。うんでなんかこうお母さんの手伝いとか自分のことしててテレビを見てない時の打席って打たなかったんですよ。で、わあこの人かっこいいってなってただ好きになっただけっていう単純な理由なんですけど、長野さんのこと結構長いですね。キャンプ行くぐらい好きです。キャンプ、はい、宮崎行きます。それその小学6年とか6年生ぐらいかな、中学入る前。だってお兄ちゃんが高校行ったら行かれへんから。そうそうそう、私も部活が始まるから。そうやね、行けへんかったで。そうやな、中3と小6ぐらい、うん、そう、宮崎に行ったの。宮崎に行きます。春秋か、春か秋か、ちょっと今覚えてないけど行った。宮崎に行きました。でそれどうやった、キャンプ行って。キャンプ行って、うん、めちゃくちゃ楽しかったですよ、うん、で、うん、そう、ホテルが一緒だったんですよ、選手の皆さんと。たまたま、たまたま、そうです。で一緒にエレベーター乗ったりとかして、はいはいはい、その記憶はめちゃくちゃ覚えてて、はいはい、小6の時の記憶ってほぼないんですよね、うんうん、でもキャンプの記憶だけはめちゃくちゃある。あ、あるんだ。ある。え、エレベーター乗って誰か乗った？多分一二三とかがいたと思う。はいはいはい。でもめちゃくちゃ覚えて、わ、やばい選手やって思ったのはめちゃくちゃ覚えてる。でもホテル内って結構、僕もキャンプ行った時に、うん、一般の方っていうか、うん、キャンプを見に来られた方が一緒のホテル泊まってるっていうのは結構あるんやけど、うんうんうん、他にも選手いっぱいうろうろおったでしょ。おったと。なんか印象残ってるなんか出来事とかない？ホテル以外の時のあれが、うん、でかすぎて印象が、うん、あんまり覚えてないけど、うん、グラウンドに入る前にこう出待ちとかしてたりするファンの人がいるじゃないですか。でキャンプってめっちゃサインもらえるし、うん、ゴンザレス選手、あ、先発のね、はい、ゴンちゃん、ゴンちゃん、ゴンちゃん、めちゃくちゃ記憶に残ってて、一番記憶に残ってて、うん、ファンの中にこう向かってきてめちゃくちゃ握手みんなしたくて、うんうんうん、もうわーって手が伸びてるわけで、うんうんうん、その時小6で、多分なんかジャビット君の髪飾りか何かをつけてったのかな、うんうんうん、で目立ったのかもしれないんですけど、その時もう一目散に来てくれたの覚えてて、ゴンちゃんが、そう、うん、で握手してくれて、うん、でめちゃくちゃ失礼な話していいですか？どうぞ。じゃあめちゃくちゃ印象、一番キャンプで印象に残ってること、うん、なんかこう外国人の方ってこう手の色がここで違うじゃないですか。ああ違うね、違う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 、こっちが白いね、これ、そうそうね、そう、うんうん、でもう手に気を取られてました、握手するときに、うんうんうん、まあ色が違うんだ、うんうん、小学生だから、うん、そうやね、そう色が違うんだと思って、うん、握手したときにカピカピで
めちゃくちゃじゃなんか、多分その時寒くて、うん、めっちゃ風強かったのに思い出したんですけど、うん、多分それ乾燥してたのかなって、うん、思うんですけど、うん、小学6年生の私は一番初めに思ったのは、うん、あ、カピカピって声にも多分出してしまったぐらいカピカピだったイメージがあって、それで小6の記憶が一番残ってるのそれ。そうやばいな、今言ってるわけじゃないから今言ってるわけじゃない、そう、その時の記憶とあの感情やから、そんな今見てくれてはないです、そう、そうらしいですけど知らんけどな知らんけど、なるほど。なんかあとある？あとは、うん、これもまあめちゃくちゃ失礼な話かもしれないですけど、まだある失礼な話、うん、ある。うつみさんってね、うつみさんさあサインくれたんですよ。なんかめちゃくちゃファンの方にこう愛想がよくってかっこいいじゃないですか、まず身長高くて顔ちっちゃくて、でもう初めサインもらえる時はめっちゃ頑張ってこうやって色紙手伸ばしてやったんですけど、2日目3日目ってなって、なんか何回もうつみさんに遭遇するんですよ、もう出てくるの。でその時に色紙はいっぱい持ってる、蝶野さんにもらうために私はいっぱい持ってて、だけど昨日ももらってしまったけど、ここで手出さんのは違うなって思って、でも宇都宮さんは2日目も3日目も取ってくれるんですよ、うん、ほうほうほう、でもういらんと思いながら何枚ももらえたんだ。そう、何枚も宇都宮さんのサインもらえて、うん、でもういらんと思いながら2日目3日目は手を出しましたやってくれるのはいいものの、私は蝶野さんのサインが欲しかったで、結果的に蝶野さんのサインはもらえませんでした。もらえなかった、はい、結局宇都宮さんのサインは何枚もらったの？やばいな。それでもなんか宇都宮さんのサインのことなんかお兄ちゃんに聞いたことあるぞ。あ、多分言ってると、うん、言ってるっていうか家族みんなでホテルの中で話題になった気がする。めっちゃある宇都宮さんのサインみたいなこれ誰やっけ、これ誰やっけって言ってみんなでこう答え合わせをするじゃない。なんか同じ番号がいっぱいあるんですよ。26。そう、26番。まあ、ちょっとこれから、まあ、僕は基本的に住まいが名古屋なんで、レコさんは東京でおられるから、うん、まあ、チャンネルもね、まあ、今滝の要チャンネルっていう風になってますけど、もうこの感じだと考えたんですよ、いろいろ。で、いろいろなんかチャンネルもやりますけど、もうカニリコチャンネルしようか、でもこの度名前入ってないけど、いいんすよ、いいんすよ、いいすよ、カニリコチャンネルねしようかなと思って、うん、まあまあまあいろいろね、あの動画の冒頭でも言いましたけど、 YouTube やってる限りは時代にね、時代に乗っ、僕も乗っかりたい、でもわからない、疎いんで、ちょっといろいろ教えてもらって、はい、この滝の要チャンネルでも時間の時に出てもらって、うん、でちょっといろいろやっていけたらなと思うんで、この動画を見てくれてる方ですね、あの、まあ、僕に仕事をいただけるのももちろん本当に欲しいです、仕事かわいいでしょ。だからね、ちょっと本人もあのいろいろね、こうやってカメラ回しても全然 OK って言ってくれるぐらい、あんまり大丈夫、うん、特に気にならん、うん、気にならん、はい、なんでちょっとね、あのいろいろあのお仕事の方ね、もしねあればちょっとチャンネルであの出ていただける、回数もね増えるかもしれないんで、ぜひね、まあ、2人出してもらってもいいですし、一人一人のお仕事とかでも全然大丈夫なんで、何かあればちょっとよろしくお願いします。お願いします。って感じでちょっとカニリコチャンネルたまにもね、はい、やっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、最後結構燃え尽きたっすね。ちょっと TikTok も教えてもらいながら、ちょっと今まではスタッフさんが運営用の方をしてたんですけど、まあ、僕と一緒にやってもらいながらやっていきたいと思うんで、皆さんぜひ TikTok もチェックの方よろしくお願いします。ちょっといろいろ新しい感じで動画回しましたけど、この動画いいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、以上カニリコチャンネルでした。ありがとうございました。はい、この動画が面白いな、いいなと思った方、チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。一発逆転。いい抜きお願いします。チャンネル登録もいいねもよろしくお願いします。これ絶対嘘やな。